はい、2020年5月30日、ゴミゼロの日です。連続講座、生物遺伝子、ウイルス、免疫、医療、感染症対策の理解のために第17回、インフルエンザのその1、構造と侵入をやりたいと思います。で、私は講師を務めます、船橋市議で予備校講師の朝倉です。で、市議としての新型コロナウイルス関係の情報発信は朝倉ミキある公式サイトにしておりますので、どうぞご覧ください。船橋では17日連続すべて、感染者数ゼロとなっておりますので、この状態が続くことを願っております。で、本講座におきましては、まあ、こういう5つの、ポイントでやっていこうと思うんですね。で、本日からインフルエンザに入りますが、インフルエンザ自身が非常に 深いというかよく解明が進んでいる構造なので、インフルエンザだけで3回ぐらいはお話をしたいというふうに思っております。それではまずインフルエンザウイルスの特徴ですが、RNA ウイルスですね。で、コロナウイルスが1本差 RNA のプラス差に対して、インフルエンザウイルスは1本差ウイルスのマイナス差ということですね。それで、だから1本差 RNA という点では共通しているので、非常に、類似点も多いです。で、類似点と相違点を、それぞれ見ていきたいと思います。それではまず、おとといの復習で、コロナウイルスの増殖の方式ということですが、コロナウイルスは、人の、気道や肺胞の上皮細胞に張り付いて、この S タンパクで侵入し、そしてここで脱核、エンドサイトーシス膜と、エンベロープの膜が融合して脱核し、RNA が飛び出てきて、その RNA を複製させて、それからその自らの膜タンパクをこの小胞体やゴリス体で作らせて、そしてこう脱出してくるという形ですね。まあ、基本的にインフルエンザもこれに似てるんですが、若干の違う点があるので、ちょっとその特徴を見ていきたいと思います。はい、これがインフルエンザウイルス の増殖方式です。で、まずここの粒子状の構造は非常にコロナにと同じ似てますね。そして、吸着するのが、コロナウイルスの場合には ACE2 というところでしたけど、インフルエンザの場合には CR3 というものに貼り付きます。で、その貼り付くのが、コロナの場合には S タンパクですけど、HA タンパクというやつで、HA という糖タンパクでくっつくんですね。で、そして、ここに侵入します。で、そしてで、ここはそっくりですね。で、ここもそっくりです。で、ただこの脱核した後の様子が違うんです。この脱核した RNA がなんと核内に侵入します。インフルエンザの場合には核内に侵入して、核内で RNA をコピーしていくんです。そしてここら辺に細胞質、ここら辺の情報をもとに、ウイルスタンパク、膜タンパクを作らせる点は一緒なんですが、もう一度ここら辺比較してみましょうか。コロナの場合には、RNA は核内ではなくて細胞質で複製していくんです。で、そして、ウイルスタンパクはこの小胞体リボゾームで作らせて、小胞体リボゾームに小胞体ゴルジ体の流れで作らせて、この膜に配置して、ここでコロナウイルスとして完了してるんですね。完成してるんです。で、それを最後外を出すんですが、インフルエンザの場合には、この部品を小胞体で、部品リボゾームで作った部品を小胞体に配列させた膜を、なんと細胞膜にこう配置するんです。で、細胞膜に十分配置しといたところに、最後に RNA が貼り付いて、この中に入ってきます。そして飛び出ていくんですね。で、この時もう一つ重要な作用なんですけど、NA というものがこの最後の、結合を切ります、ということですね。で、実は HA で侵入し NA で脱出するんです。で、これは抑え方としては離れると、ウイルスは結局侵入し、インフルエンザウイルスは侵入して人の細胞から離れていくわけですけど、歯で侵入して、なで脱出するというふうに抑えてください。で、実は、治療的に言うと、ワクチンとインフルエンザワクチンはこの HA をブロックして、この侵入を防ぐワクチンであり、
そしてリゼンザ、タミフルなどのいわゆる治療薬は脱出を防ぐこうなお、ストップするんですね。で脱出をすることで一旦感染したけれどそれ以上これが増えることを防ぐというのがインフルエンザの、増殖の、まあ、治療薬の様子です。それでは、インフルエンザの構造をちょっとじっくり見ていきたいと思います。非常に巨大に書きましたけど、まずこのエンベロープというリン脂質の二重膜でできている点は、リン脂質の二重層の膜でできている点は一緒です。これはコロナウイルスと一緒で、もう一つ前に感染した細胞の人 の、 細胞膜を奪い取ってきたものですね。そしてそこに膜タンパクが埋め込まれています。で膜タンパクが埋め込まれているやつはHA と NA です。でさっきハとナというふうに言ったんですが、正式名称はヘマグルチニン、赤血球凝集素ということで、まあ、赤血球をちょっと凝集させる作用があるので赤血球凝集素と言ってます。別にそれ自身がインフルエンザの目的じゃないんですけど、実験操作的に赤血球を凝集してしまうことがあるので、これが細胞侵入ですね。でナがノイラミニダーゼということで、これ細胞脱出をする働きをします。それから M2 タンパクというのがあるんですが、これは後で出てきますけど、 H プラスチャンネル、水素イオンを運ぶこう運び口になって、水素イオンをここから取り入れる口になります。これが脱核に影響しています。それから M1 タンパクというのがあるんですが、これは実はこの、エンベロープ膜の裏に裏打ちしまして、構造を強化する働きをしています。それから NS1 というタンパクがありますね。これはちょっとよく分かってない、働きが分かってないんですが、まあそんなにたくさんではないけど、この M1 タンパクのさらに内側に N2 というのが存在し、NS2 というのが存在します。それからヌクレオプロテイン NP タンパクというのがあるんですが、これは実はこのインフルエンザウイルスの RNA があるんですが、そこを巻きつける、ものとなる、タンパクの構造、土台となっているということですね。まあ、RNA の構造安定します、安定化します。それから PA、PB1、PB2 というのがあるんですが、これ RNA 依存性 RNA ポリメラーゼということで、 RNA をコピーするための酵素なんですね、ということです。さてで実はRNA の遺伝子、インフルエンザの遺伝子 RNA は、これ8つの分節に分かれてるんですね。これちょっとインフルエンザ A型、B型、C型あるんですが、まあ、A 型が一番私たちに感染するやつなんで、A 型で毎年問題になってる A 型で、まあ話をしたいと思います。で A 型で言うとこういうふうに8列あるんですね。8分節と言います。でその8分節の1分節ごとにどういう遺伝子を持ってるかというと、これが PB1 遺伝子、PB2 遺伝子、これつまりRNA ポリメラーゼの一部で、第2分節、これ第3分節の間違いですけど、これが PB1、 第2分節が PB1 で、これも RNA ポリメラーゼで、この第3分節も PA で、これも RNA ポリメラーゼです。そして第4分節がいわゆる、脱出、この離れるの HA ですね。そして第5分節が NP ということで、この、RNA を補強するタンパクになっており、第6分節がナの脱出用のタンパクです。そしてあと M1 と M2 と NS1 と NS2 というのがあるんですけど、ちょっとこの NS1 というものにちょっと注目してほしいんです。この NS1 というのは、ちょっとこの絵をもう一回よく見てください。これ実は人に感染する前の細胞、人に感染する前のインフルエンザの様子を、電子顕微鏡で分析した様子なんですが、どこを丹念に探しても NS2 はあるけど NS1 はないんですね。でところがこれ実は人に感染した人の気道上皮細胞の中で NS1 は できるんですね。この第8分節の遺伝子を、からの情報で NS1 はできるんです。でこれが何をやってるか調べたところ、驚くべきことをやっていた。つまり抗サイトカイン作用というんですが、人が実はウイルスに対して侵入を防御するサイトカインというような系列の物質があるんですけど、それを に対抗する物質を出してるんですね。ということで、ウイルスに、細胞の方が抵抗する物質に対してさらにウイルスが抵抗する物質です。でこの NS1 は、感染時の時のみに使うので、別に脱出した後はいらないので、普通の構造の中に入ってないということですね。
さて、それでは、もう一度この M1 タンパクの、M2 タンパク、ここに H プラスチャネルと書いてあるところを、ちょっともう一回補強して説明したいと思います。でちょっとここに書いたんですが、実は、インフルエンザというのは、侵入したときにエンドサイトーシスということで私たちの細胞膜をこれをこう取り込もうとするんですね。で完全に取り込んでしまいます。でその時に元の細胞膜をこう全体を包むような形になります。これエンドソームと言ってます。エンドというのは、ギリシャ語ぐらいの英語の接頭辞で中を示し、ソームというのは粒を示しますので、まあ、中のこうカプセルという意味ですね。エンドソームの中は実はもともと細胞の性質として H プラスが多いと、 H プラス多いというのは酸性に傾くということですね。で水素イオンが多い状態になってます。でそれが実はここの、ここウイルスですね、ウイルスの膜にあるこの M2 というこの水色で書いたのは、まあ、水のイメージに合わせてなんですけど、水素イオンをここで取り込むんです。そうするとエンドソーム、ここら辺水素イオンがたくさんあるんですね。でそれをここで取り込むとこちらに水素イオンが多くなってきます。でそうすると何が起こるかというと、ここですけど、ここがもともと多かったところがここ多くなると、じゃあその水素イオンが多くなった影響で、まあ実は、まあ、2つのことが、起こるんですけど、1つは、ウイルスの構造に、詳細の構造に立ち戻っていますと、ここに形を補強している裏地タンパクの M1 タンパクというのがありますけど、この N1 タンパクを弱めるんです。弱めると、そうするとこわ、まあ、簡単に言うと緩くなる、硬い構造が緩くなると。で緩くなることで、あれこれですね、緩くなることで ここの膜とこのエンドソームの膜が融合しやすくなるということです。それともう一つは HA の解列に関係するという話があるんですけど、それはもうちょっと後で見てみたいと思います。さて、それでは、次にインフルエンザウイルスとコロナウイルスを並べてみました。非常によく似てます。で大きさも約、100ナノメートルということで、大きさも非常によく似てるんですね。そして RNA を持っている点も非常によく似てます。似てるところは、まあ、形似てますよね。で違いがあるんですね。その違いを、図的に3点、そして、図的に3点あります。そして私が説明したこれまでの説明の中にもう1点ありますけど、4点あります。ちょっと予想してみてください。図的に分かる違い、まあこれですよね。この RNA の形が明確に違います。はい、ということで、実は RNA 分節ということで、実はこう、RNA が8列の紐に分かれてる。こっちは実はこう全部つながってるんですね。一本の紐としてつながってます。これ分節構造からが分節なしかというのは大きな違いです。でその次、これは、さっき説明で言ったんですが、マイナス差とプラス差という違いがあります。でマイナス差とプラス差というのが直接もうタンパクのアミノ酸情報を指定している、流れで、マイナス差はその裏返しの構造であります。一回、コピーしないと、まあ、そのタンパク合成の情報にならないということです。したがって実はもともと RNA ポリメラーゼ持ってるんですね。もうどうせ一回コピーしなきゃいけないので、コピー機も合わせて持ってるんです。こうきちんと一方、こちらはプラス差ですので、一回コピーするのはもう直接コピーできるんです。細胞の、侵入した細胞のリボソームを乗っ取ってしまえば、直接コピーできるので、RNA ポリメラーゼ、一回目はいらない。ただ、二回目以降いるので、二回目以降とか、その、何回か、新しくタンパクを作るときにはいるので、RNA ポリメラーゼはなしなん、最初には持ってないんだけど、侵入後に細胞に合成させます。ただ最初から持ってる必要はないということで、まあ、これが違いますね。それと M1 タンパクという補強タンパクはこっちあるんだけど、こっちは補強タンパクがない。まあ、むしろこの RNA と N タンパクが結合した構造自身がちょうど細胞を裏打ちするように配置しているので、まあ、一種の補強になっているのかもしれません。それでは、さっき少し言ったところなんですけど、ちょっとこれ難しい話になるんですが、さっき言ったようにこれも直接コロナウイルスの場合には直接もう、
人のリボゾームを使ってしまえば直接タンパクができると。ただ、その事後に RNA ポリメラーゼを作ってるのはこの非構造タンパクを分割して RNA ポリメラーゼを作ってるということですね。さて本日の最後です。実は非常に重要なポイントがありまして、インフルエンザって、まあ、毎年流行しているのは、まあ、季節型インフルエンザと表現したりしますけど、まあ致死性は高くないですね。まあ、本当にちょっと高齢者で、体力がない方には、まあ、亡くなることもあるので気をつけなきゃいけないんですけど、一般というかそのある程度健康体の人は感染して大変だけど、まあ、治癒はするというのです。でそういうのを弱毒性インフルエンザと言います。一方強毒性インフルエンザって聞いたことあると思うんですが、これは、まあ、いわゆる非常に致死性が高い、インフルエンザということで、これがパンデミックを引き起こすとか時々鳥から人に直接感染する時の鳥インフルエンザ、なんかが、この強毒性ですね。でその違いなんですが、何が違うかというと、実はこの HA という細胞に侵入する棒がありますね。これ細胞膜です。でその棒は実は2つに分かれるんです。で2つに分かれるって、この、2つに分かれた根元、これは外れるんですね。HA1 の方は外れて HA2 が残るんです。でその外れた時に ここが実はこのエンドソーム膜というここの脱核反応する時のここの膜に結合しやすい構造になってるんですね。ちょうど鞘を抜くとこの鞘のここを鞘として鞘を抜くとここが、脱核ここの結合しやすい話になってます。これさっきの水素イオンが、濃度が増やすとその反応が脱核反応が起こりやすいと言ったけど、もう一つこの、エンドソーム膜との融合部分が露出するということで、脱核がしやすくなります。で水素イオンの上昇自身もこれに貢献していると言います。ただこれが弱毒性インフルエンザの場合にはトリプシン用プロテアーゼというこういう酵素によって起こるんですね。このトリプシン用プロテアーゼは気道上皮細胞にしかありません。でそうすると例えばインフルエンザが他の部位に接着しても、まあ、例えば仮に他の部位に侵入していってもそこには侵入しないんですね。つまり取り込まれるところまで行くんだけどこう脱核しないので増殖できないわけです。エンドソームに入ったままになりますということです。一方強毒性インフルエンザの場合にはどういうことになるかというと、実は、まあ、フェーリンというほとんどの細胞が持っている、まあ、この気道上皮細胞だけじゃなくてほとんどの細胞が持っている酵素があるんですけど、それによって解裂するんですね。でそうすると全身性感染を引き起こす。こっちは気道のみ感染ですね。ほとんどの細胞においてこの脱核がうまくいってしまいますので非常に、毒性があるということで、まあ多臓器不全とか全身性感染、まあ、感染を引き起こすということです。じゃあここのその解裂性の違いは弱毒性と強毒性でどこにあるかというと、ここにあるんですね。この鞘の一番エンドソーム膜との融合、の露出部分の少し手前のところのアミノ酸の配列がわずかだけ違うんです。そうするとアミノ酸の配列が違うだけでここが微妙に違うんですね。でそれで解裂性の差に、違いになっており、それが弱毒性と強毒性の差になっているということで、まあだいたい5アミノ酸5分子ぐらいの、位置の差なんですけど、わずかそれぐらいの差が弱毒性か強毒性の差になっているということですね。ということで分子、アミノ酸1つとかこの前言った塩基配列1つの違いでも疾病の特徴に違いが出てくるという例です。はい、それではインフルエンザ最後今日まとめましょう。まあ、こういうふうにインフルエンザこう侵入してきて脱核をして、そして複製して脱出していくと。でここの8列の分節構造があるということが実はインフルエンザのパンデミックの可能性とか、にもつながってくる話なので、その8列のこの分節構造に関する話は明日いたしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。